よう。確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだが。誰かに祝ってもらえそうなのか？とかなんとか言っちゃってるが、自信ありって顔してるぜ。かー、羨ましいな、おい。こりゃ俺からのプレゼントは必要なさそうだな。彼女のプレゼントがあれば十分だろう。まったく、隅に置けねえな、このうこの。なあ、プレゼントを届けに来るならこの時間だと思っていたんだけど。よっしゃ、それじゃあ俺から大胆にも誕生日プレゼントを贈ろうじゃないか。何が飲みたい？言ってみろ。水道水ならなんとおかわりし放題だ。さあ行こうぜ。うん、進路相談だったんだけどね。これがなかなか。そうね、こんなにいろいろと突っ込まれるとは思わなかったわ。それじゃあ何かしらは考えているの？へえ、どんな感じ、どんな感じ？君と話していると面白いわよね。まさか力士さんとは。しかもなぜか純情なんでしょ？面白いよね。力士さんか。となると、見合って見合って。ほら、立ち合いの稽古よ。見合って見合って。見合って見合って。残った。え？
そんなんじゃ土俵で立ち会えないわね。もしかして風？あ、そっか。私が足の毛を剃っちゃったからだ。ごめんね。そう？あ、そうだ。はい、これあげるね。うん、まだあったかいでしょ？高い時期にすればよかったね。ん？何？あー、そっか、言ってなかったっけ。実はね、トリマーになりたかったんだ。うん、ワンちゃんや猫ちゃんのお手入れのお手伝いをしたりするの。それでね、おっきいワンちゃんの毛を買ってあげたりしたかったんだ。うん、ごめんね。手慣れてたかな。本当に？よかった。あー、あとはオーストラリアのメリーさんの毛を買ったりしたいな。うん、コロコロしてて可愛いわよね。それね。病気になった動物を見てられないからかな。トリマーって別に見た目だけを気にしていればいいんじゃなくてね、動物の健康面とかにも気を配るんだけどね。具合が悪いワンちゃんとかを見ると悲しくて泣いちゃうんだよね。で、なんでこんなになるまで放っておいたのバカって言っちゃうから。うん、テレビのトリマー特集の時にね。うん、それを見て諦めようと思ったんだ。動物の辛そうなところは見たくないから。情けないよね。いっそ獣医になって病気の子たちを治すっていうくらいじゃないとダメなのにね。慰めてくれてるの？ありがとう。でも大丈夫よ。こう見えていろいろ調べてずっと考えて決めたことだから。ま、そろそろ行かなきゃ。お大事にね。風邪ひかないようにってこと。バイバイ。
やっほー。驚いた？そっかそっか。うん、水泳部の2年生に君と同じクラスの子がいるの。その子に住所を聞いちゃった。君を驚かせたいから頑張っちゃった。大成功ね。それじゃあバイバイ。ってこら！バイバイじゃないよ。びっくりした。なんで謝るの？君って面白いわよね。あら、言うわね。うんうん、いいのいいの。ああ、いけない。君と話していると楽しいから用事を忘れちゃいそうになっちゃう。はい、これどうぞ。ハッピーバースデートゥーユー。え、あれ、私もしかして日付間違っちゃった？なーによ、そんな顔しているから不安になっちゃったじゃない。もう。ほら、開けてみてよ。うん、ラーメン好きだったよね。うんうん、これならたくさん使ってもらえるかなって思ったから。喜んでもらえてよかった。もういいわよ。え、そう？そんなに思い出してくれなくてもいいわよ。ラーメンが伸びちゃうでしょ。私もこんなに喜んでもらえてよかった。それじゃあバイバイ。ん？どうかした？
あーごめん、駅ってどっちに向かえばいいかな。道忘れちゃったの。あ、もうあんまり笑わないでよ。そんなことないわよ。え？いいわよ、悪いから。もう、またそういうことを。早くしないと置いてっちゃうからね。道わからないけど。ありがとう。